OK、じゃあ行きましょう。武器変えてきました。行きましょう。え、何これ、豪華。あ、勝手に進んでる。あれは何、鏡だね。さくらさん、あれは魔人鬼鏡ですか。怪しい鏡ですね。魔人鬼鏡ではないと思うけど。いいえ、魔人鬼の鏡はもっと小さいものなんですよ。そうだよね。まあ、サタさんは知ってるはずだな。知ってるはずな。てか、ここが鏡だらけになってるのは、聖魔女自体もともと鏡だらけだったってこと。でも、普通の鏡でもなさそうですね。念のために調べてみましょう。出てくる気がする。山崎さんはここで待っていてください。なんでよ。二人で行こうよ。え、ダークサクラちゃんみたいに出てくる。鏡の。ミラー神宮寺サクラみたいな。サクラ神宮寺よみたいな感じで出てくるかな。一見普通の鏡のようなんですが。出てくる？うわっ、まさか、まさか二人になるやつ。明かりが消えたわ。山崎さん注意してください。あー、来た、ミラー桜。あ、着いた。え、桜さんが二人？何、私がもう一人いる。どういうこと？どっちが本物なんだ。どっちも本物でいいよ。持って帰ろう。二人とも持って帰ろう。やだわ山崎さん、私が本物に決まってるじゃないですか。なんですって。左っぽいね。なんか山崎さん、本物は私です。わかりますよね。え、弱ったな。どうしよう。そういえば、さくらさんって、和菓子が好きだって言ってたな。言ってたっけ、そんなこと。和菓子か、好きそうだね。ということは、さくらさんが好きな食べ物は、まあ、団子かな、多分。ショートケーキ、よもぎ餅、おにぎりか。あ、よもぎ餅か。ショートケーキ、ショートケーキか。ショートケーキ、ショートケーキがどうかしましたか。これ、どっちが喋ってんの、今。しまった、ショートケーキじゃないのか。それじゃあ。あ、おにぎりか。おにぎりおにぎりがどうかしましたか。ダメか。同じね。あ、変わってる位置がクソ。よもぎ餅か。え、よもぎ餅？どこどこ？どこにあるんですか？こんなレベルで好きなの、さくらちゃん。大丈夫？大丈夫？血を失った時のヴァンパイアみたいになってるけど。左かな、やはり。よもぎ餅なんてどこにもありませんよ、山崎さん。冗談ですよ。でも、これでわかりました。偽物だ。バカは見つかったな。左だ。偽物は左のやつ、お前だ。山崎さん、もう一度よく考えてくれませんか。いいですか、よもぎ餅と聞いた時の反応をもう一度見せますよ。何もう一度見せますよって。何もう一度見せますよって、どういうこと。あ、よもぎ餅が。え、よもぎ餅なんで2回やるんだよ。なんだこれ。はい、ほら、これでわかりましたよね。偽物は左だ。おう、それを改めて確かめた末に、結果として君が偽物だと判断した。もう一度。そういう感じね。余裕だな、さくらちゃんっていうか。右側のやつも別に何を言わねえんだな、これについて。右だな。右のやつ、お前だな。俺は最初から分かっていた。何を言うんですか、山崎さん。私は本物ですよ、ミラーさくらよ。ダークネスさくらちゃんじゃないな、これはミラーさくらちゃんだな。山崎さんに見破られたようですね。よかった、好感度分かったわ。なんだと。さくらさんは よもぎ餅が大好物なんですよ。だからそれに興味を示さなかったお前は偽物だ。くっ。見破られては仕方ない。我が名はエリカ・フォンティーヌ。エリカちゃんがラスボス。エリカちゃんじゃないか。ようくぞ見破った。おばかだおばかだと思っていたが、まんざらおバカではなかったんだね。なんだこれ、あの、気のいいおっちゃんだな。お前は何者。パリシーだ。魔人鬼を使って何をしているの。おう。それだ、貴様。なんてことなの。君たちはそんなことも知らないで戦ってたのかい。やっぱり君たちはおバカだね、おバカだね、おバカだね。バカはお前たちよ。私たち帝国歌劇団がいる限り、お前たちの野望は全部叩き潰されるのですから。我ら魔物の野望？それは魔界王と共に世界を闇に包み支配すること。なんちゃって、なんちゃって、すごいでしょ、すごいすごいすごいでしょ、なんちゃって。魔界王。お前たち魔人鬼を使って魔界王とやらを呼び出そうとしていたのね。大当たり、おバカちゃんでもそれくらいはわかるんだね。ま、そういうことで魔人鬼を集めてるお前たちを生きて返すわけには
いけないのだ。それはこっちのセリフよ。魔界王の復活なんて絶対にさせないわ。山崎さん、行きますよ。レベル足りるかな。大丈夫か。うわー、反射してきそう。お前たちの死にゆく姿バッチリ映って走ってやるんだから。すべて跳ね返したりするんだからね。霊力返し、ヒッカフ。なるほど、やるな。貴様、やるではないか。だが物理は返せまい。霊力ではない、これは。そしてサタン様が霊力返しをする。サタン様も闇の力を持っているのだ。貴様の魔法は届かない。反射だ、喰らえ。あ、え、サカちゃんに入るの？ん？全部返せよ。電撃ビリビリ。反射だ、喰らえ。え、なんでサカちゃんに入るの？サカちゃんに入るのか。そっか、なんか有用的に動いたな。初めて持ってきたのに有用的に発動したな。喰らえ。名前なんだった？じゃあもう一回やるか、霊力返し。うわ、めっちゃ使うなっていうか。はい、あ、バリトロイだから遅くなってんのか。噛みつく、それはいいね。それだけか。さくらちゃん遅くさせられたな。ではその鏡割らせてもらおうか。連打、連打って鏡王いいな。鏡王多いな。ミラーキング。これ連続攻撃1回だけか。あ、反射って一定時間続くのか。いいな、それ。あ、やった、ロックオンできた。さくらちゃんにもロックオンできた。電撃ビリビリ。効かんな、お返ししよう。さくらちゃんだけ一方的に食らってんな。さくらちゃん祈っとくか、一回自分に。あ、サタン様にも祈ることできるな、さくらちゃん。へえ。全て跳ね返しちゃったりするんだからね。物理跳ね返せないですよね。ほう、お前の行動を見る限り3ターン持つようだな、あの霊力感謝は。知らなかったけど持つようだな。では正面からぶち破るか。ほら、サタンパンチだ、食らえ。強いな、割と。さくらちゃん、じゃあサタン様にも祈っとこう。祈り結構強いな。あ、跳ね返しなくなってる。バリヘーナン、しびれなさい。盾持ってきたおかげで結構なんかいい感じに立ち回れてんな、割と。ただもらっちゃったのはどうなった。耐久下がってる。あー、状態異常って出ないのか、わかんねえな。ただ霊力返しは発動しておこう。ガシャン。さくらちゃんにもかけれるのかな、霊力返し。そんな感じ。いや、いぎり。オッケー。バリトロイ、効かぬな、貴様が遅くなる。いいな、リジェネめっちゃいいな。おらおら、どうしたどうした。もう反射使えないけどな、これで。相手別に回復してるわけじゃないから、こっち有用的に動いてるけどな。ロックオンだ。ロックオンする意味ある、そんなにいっぱい。ビリビリも返すぞ、いらぬ。貴様の力を我が利用する。さて、必殺技打ち込んでもいいけど、もったないよね、こんなやつに必殺技。では普通に一発殴ろうか。ほら、どうした、シャキッとせえ、1年1年かな。1年生なのかな、こいつ。大丈夫かな、1年生。こんな1年生入ってきたら先輩方動揺するんじゃないかな。大丈夫かしら。ほら、1年、走れ走れ走れ。足が1本ついてるだろう。なんで足が1本あると思う。走るためだ。むちゃくちゃだな、先輩も。リジェネ長いね。しびれ出さ。仕方ない、それは甘んじて受けよう。うわ、強いな。リジェネ無限か。強すぎねえか。これ1年、走る1年。やっぱ威力は低いな。あー、遅くさせられる。遅くさせられるのは いろんな意味で厄介だな。ほんとリジェネ長いな。永遠か。ついていくか。つくぞ、ツンツン。いけ。次はクリティカルが出やすいらしい。殴っていくぞ、おら。貴様などに技なんか使ってやらんわ。バリボヤーケーン、混乱かな、あれ。受けると混乱なのかな。リジェネで回復できちゃうから、なんか、あ、リジェネ終わってる。祈ろう。サタンさんも終わってるのか。リジェネのおかげで安定して戦えてるな。別に霊力使わねえし。悪いな、霊力使わないことにしてんだ。わー、回復便利ね。こいつあんま攻撃してこねえしな。はい、なんだこれ、いいのか。じわじわとお前の鏡が割れてくぞ。拳で、あ、割れた。拳で割れた。やっぱレベル足りねえんだな、すげえもらうな。ラスボス戦前にレベル上げした方がいいかな、そんな気がするな。桜大戦のラスボスって連戦が多い気がするもんな。
この私がやられるなんて悔しい。でもまあいいや、気のいいやつなんだな。やりましたね、さくらさん。え、山崎さん、よく頑張りましたね。ミラーさくらちゃん持って帰りたかったな。けどまあいいやってどういうことなんでしょう。気になりますね。でも今は魔人機を探しましょう。いや、あいつの気分じゃない。ボスがいたんですから、きっとこの近くに魔人機があるはずですよ。ボスとか言わないでボスとか言わないで。この奥じゃないの。あ、あった。なんだ、普通だった。あ隠し宝物がいれば。あ、いればか。なんでこんなとこにいれば保管してたの、やつは。てか出るのかよ、ザコは。魔獣は入り込んでんのかよ。ラスボスちゃんと管理して、秘宝よ、ちゃんと管理してよ。まあ相手しないわ。ヌエに無限に雷雲を召喚させて倒し続けるっていうレベル上げの方あるのかな。はい、魔人機を回収。これで3つの魔人機が揃いましたね、さくらさん。ええ、山崎さん、本当によく頑張りましたね。初めての任務をやり遂げるなんて、私山崎さんのこと尊敬しちゃいます。こうやって落としていくんだな、さくらちゃんは悪い女やで、さくら、新宮寺さくら初めての任務重すぎませんか。では景気に戻って報告しましょう。みんな喜びますよ。戻れると思ったか、新宮寺さくら。サタン様が正体を表す。パターン、欲しいな。おう、オープニングだ。山崎くん、お疲れ様。では、報告をお願いするわ。はい、魔人機、鏡を回収してきました。これで、魔人機が3つ揃ったわ。わー、BGM もいいな。本当によくやったわね、山崎くん。さすがだぜ、山崎。おめでとう、矢ヶ崎さん。いかに覚えて。よくやりましたね、山崎くん。やったね、山崎。ジャンポール・ピエール・ポール・ランフもすごいって言ってるよ。さすが山崎はん、やるな、かっこいいで。すごいです、山崎さんがいれば鬼にカナボーです。よくやった。すごいですよ、山崎さん、よく頑張りましたね。お疲れ様でした。山崎くん、よく頑張っ、よくやった。想定外の人来た、想定外の人来た。山崎さん、素敵です。山崎ちゃん、やるじゃないの、素敵よ。琴音わかんねえ、琴音の声わかんねえよ。山崎さん、ありがとう、魔人機を全部回収してくれて。あ、つばきちゃんも。山崎さん、やりましたね、お疲れ様でした。エリーもまあ来るよね。そうだよね、山崎くん、さすが、やるわね、かっこいいわよ。山崎さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。みんなの助けがあったからできたんです。米田はいないんですか。ナタン様に気使って米田はいないんですか、今回。でもどうしたんですか。最後の魔物が死に際に残した一言が気になるんです。死に際なんだよな、あれ。まあいいやっていう一言か。なんで知ってんの、報告したの。そうね、ユリ、三坂の地下に何か変化はある。いえ、現在のところは何もありません。そう、単なる負け惜しみじゃねえのか。だといいんだけど。まあ心配していても仕方ないわ。イカサの地下の監視は続けることにしましょう。山崎くん、本当にご苦労様でした。ゆっくり休んでちょうだい。おーん、これ救助者全員助けてないと9話に入らないみたいなのあるのかな。これでなんか最終回っぽい雰囲気あるけど、どうなのかな。山崎、今夜はお外が気持ちいいよ。みんな中庭で涼んでるから山崎も行こう。アイリス来るってどういうこと。アイリスの股間で一番高いのかな。うん、うん、サタン様、うん、サタン様、うんという言葉を使った。綺麗な星空ですね。そうね。あ、流れ星、レニシトロ、ミトラーセ、違うな、違う、レニは天の川だわ、違うわ、違ったわ。願い事するです、食事を、食事を。山崎、何をお願いしたんだ。明るい未来、テイトの平和、健康。サタン様、テイトの平和かな、サタン様。まあ、いろいろ狂ってたけど、狂ってたけど、もともとはテートの平和を願ってたはずだ、山崎は。山崎の頃のサタン様。テートが平和でありますようにってお願いしました。山崎さん、私と一緒です。やっぱり平和が一番ですよね。まあね。みんなの笑顔が見れますもんね。私も同じよ、山崎くん。私も私もみたいな感じで、なんか、ちょっと後に続いてる感あるぞ、マリオ。戦いのない世界。それはきっと、夢なんかじゃないわ。戦場で生きてきたマリアが言うのは、クロワッサリーが言うのはちょっと重いな。それに平和だと舞台に集中できるしね。
そうですね、よね、マリアさん。そのためにも、私たち帝国海域団が頑張らないと。今回は山崎さんの活躍で魔人機が回収できて、帝都が平和になってよかったですね。それにしても、今夜は風が気持ちいいな、大神もいるね。うん。これは、ドカーンって言って、爆発して、次のボスが現れる桜大戦恒例の、あれか第1のボス倒したなっていう後の第2のラスボスがやってくる感じか。これ恒例になってるよな、確かに。そんな感じかな、サタン様か。サタン様がそうなるのか。何今のと。キャッ、白いお化け。え、あ、お化けは悲しいな、アイリスさん。大神じゃなくて、アイリスさんで来たか、今回は。そっか、加山。お前、脱退エンドの時に出てきたけどな、加山。お前、脱退の時だけに来たけどな。加山、どうしたんだ。いや、なんだか楽しそうだったんだね。いつもロンリーな僕も、たまにはこんな場所に顔を出したくなったのさ。それじゃ、そういうことで、アディオス、大神。なんだったんだ、一体。アイリス、大丈夫。うん、びっくりしただけだから大丈夫だよ、レニー。アイリスは、お化けを信じてる。わかんない。山崎はどう？お化けっていると思う？俺がお化けさ。サタンさんは実質お化けみたいなとこあるからな。お化け見たことある、信じてる、信じてる、見たことあるよ。自分自身だから信じてるようになってるんだけど。っていうかしょっちゅう見てるよ。お化け見てるの？霊力と霊感は違うんですかね。この世界だと霊力は違うのか。それで怖くないの？怖いもない、何も、そこにいるんだもん、しょうがないじゃん。俺がそうなんだもん。しょうがないって、まあ確かにそうだけど、よくある話でお化けに首を絞められたとかあるでしょ。そういうものも平気なの。なんか深掘りされる、サタン様深掘りされてしまうな。そうそう、あるよね、怖いよね。どうなの山崎、そういう経験はないです、ただ見えるだけなんで。どうかな、サタン様、片手で首絞めながら花組の隊員を締め上げたことはないよね、多分。そういう物理的な攻撃はあんまりしてこなかったよね。あやめさんにしたか、あやめをあやめにするときにしたか、割と近いことキスはしたけど。そうなんだ、でも見えるだけって言っても普通は怖いよね。すごいな山崎は。そうね、肝が座っているっていうのかしら。感心するわ、マリアの好感度上がんの。ミカサのことは肝が座っている山崎に任せておけば安心だね。山崎さん、お月様が綺麗です。何お前、結婚しようっつってんの。好きだって言ってんの、告白してんの。本当ですね、織姫さん。ウサギさんがくっきりと見えてほんまに綺麗やな。山崎さんはお月様のウサギが何をしてるように見えますか。え、撲殺。落ち着きじゃなくて撲殺してんのかな。撲殺ウサギかもしれないな。働いている、踊っている、お餅をついている。働いてんじゃない、彼らも仕事だよきっと。働いてるんですよ、ウサギさんは。なんだよ、ブラックなんだよ、月の世界も。あら、まあ、バマザキさん、なかなかリアリストなのですね。好きですわ、私そういうの。なんか好感度上がる。ほう、餅をついているとか言うと思ったら働いてるか。なかなかシュールなボケやな、面白いで。謎の好感度上がる。何言っても好感度上がるんだよこれ。それにしても山崎さん、本当にお疲れ様でしたね。除隊ですか。除隊させられるんですか、このノリ。かなり明日で最後ですもんねみたいな。突然除隊させられるんですか。本当によくやったわ山崎くん。ああそうだ山崎、お前花火持ってなかったっけ。ああ新宮寺花火じゃねえや、間違えて北王子花火使う。そういや持ってんな。ええ、持ってますよ、虫かごもあるよ。どんな花火を持っているんですか山崎さん。え、どんな、ネズミ花火、打ち上げ花火、線香花火。いいね、線香花火にしようじゃん。ないかなこれ、ドット絵で CG 線香花火です。おエクセレント、私線香花火大好きです。そうよね、小さいけどパチパチ弾けて綺麗な花火よね。うん、ザ夏って感じだよな。私も大好きよ。あの最後に落ちる球を大きくするのも楽しいです。そうそう、あれって落ちてしまうと寂しいのよね。一本で2回楽しめる線香花火は美しくてかっこいい、私みたいなゴージャスな花火です。北王子花火が。ここで大和、あの人も大和なでしこポッツ出てこないから、仮面外からスッとスライドしてこないから花火ちゃんが。
織姫ったら。楽しかったね、レニー。なんかもう最終回の雰囲気あるけど。そうだね、アイリス。そういえば山崎くん、虫かご持ってなかったな。それに触れんの今さら？最初から持ってた。黒いの入ってるよ。死んでるよ、もう。ええ、持ってますよ。ホタルってこと、これ。その虫かごには何が入ってるんだ。クワガタ、ホタル、スズムシ。あー、クワガタ、ホタルにしとくか、これ。ちょっと雰囲気があるから。クワガタっぽいけど。ホタルです。フライキ、フライキじゃねえや。クオンの絆の方のホタルです。水浴びしてます、川で。はい、私、ホタルって大好きなんですよ。ホタル。体長6から18ミリの、おさふね型の虫で。多くは、腹髄に発光体を持ち、夜間に光るやつだね。詳しすぎる、詳しすぎる、図鑑の説明すぎる。そうよ、レニア物知りね。綺麗ね。おう。さくらちゃん、後輩単位、後輩単位？いや、レニ先輩単位だけどな。レニ呼びなんだね。まあ、年下か。綺麗だ。ね、素敵でしょ？ホタルを見ると優しい気持ちになってくるでしょ。これ最後の好感度調整イベントか。だから私ホタルが大好きなのよ。うん、実はこんなものもあるのですが。え、なんか持ってた、何か持ってた。最後にこうキーアイテム回収するんだな。何？あ、かき氷マシンだ。あったねあったね、ゆうのさんのかき氷マシン。そしてなぜかここに氷が。なぜだ。よし、あたいがかき氷を作ってやるぜ。シロップないよ。山崎さんは氷には何をかけます？質問攻めだな。なんだこれ。なんだこれ。いちご、白蜜、宇治、金時。あー。シンプルにいちごかな？いちごです。ここ、大神なんだ。あ、王道は大神くんのか。そうだよな。いちごだよな。俺もそうなんだ。ぐいぐいくる。大神、何かいちごに思い入れがある大神。わーい、アイリスも一緒だよ。白い氷には赤いシロップこそが似合うんだよ。他は邪道だ。何もかも邪道だ。なんでそんなこと言うんかな。そっか。ユーノさんはめんつゆとコーラをかけたっけ。めんつゆとコーラで新しいもの開発してなかったっけ、最後の方で。俺弱い。あ、キンと。きた。美味しいね。あ、アイリスはキンって。くわぁ。二人の死者からと。違うか。違うか、収まった。ああ、助かった。ふう。でも、美味しかったね。では、そろそろ、お開きに。分かってました。分かってました。うん、あなた、準備待ってたのよね、ずっと。まだかなっていう。何ですの？花火のみんな、急いで作戦司令室に集まってちょうだい。よし、みんな、作戦司令室へ急ぐぞ。おー、切り替えの速さ。これがリーダーたるゆえん、大神が。切り替え早いな。素晴らしい切り替えの早さだったね、今の。